アナログ天国プレゼンツ名曲探検隊の時間がまたやってまいりました。ワーナーミュージックライフ編集長宮地でございます。今日もですね、私の茅ヶ崎にあります自宅のレコード部屋からお送りしております。これはという曲をですねさっと抜いて、皆さんにお送りしようというものでございます。今日はですね、これもまた渋いですね、ダニー・オキーフさん、聞いてみたいと思います。1曲だけヒット曲があります。1972年かな、ベスト10に入りました Good Time Charlie Got the Blues、素晴らしいいい曲でございます。去年出たですね、ご好評いただいておりますザ・アコースティックでザ・デイズ・オブ・アコースティック・ギターズ、通称アコースティック・ギター・デイズボリューム1にも、収録されました。非常にギターの優しい音色が入る曲でございます。でこのダニー・オキーフさん、このグッタイムチャーリーガッザブルース、まあ、ほぼこの1曲だけしか知られていないんですが、なんとこの曲もですね、私の知る限り3バージョン存在しております。まず、最初にあのコティリオンというところから出したんですが、このレコードですね、まあ、実質的ファーストでございますが、出したんですが、この後、こっちですね、サンポストというところに行って、これも同じグッタイムチャーリーガッツァブルースを出したんですが、バージョンが違います。でさらにこのサインポストというレベルからですね、このシングル版も出しております。グッタイムチャーリーガッツァブルース、このシングル版がベストテンに入ったわけですが、このシングルバージョンとこれまた違います。で、実はなかなかこれ CD 化ならないですね。ぜひともこのシングルバージョンを今日聴いていただきたいと思います。その昔、ワーナーパイオニアという我々の前身の、レコード会社にございまして、そこでですね、ホットメニューという2枚組980円というですね画期的なレコードが73年頃かな出たんですけども、それにも入っておりました。私も実はその LP で、この曲を知りました。それでは聴いてください。ダニー・オーキーフ The Good Time Charlie Got the Blues。Good time, Charlie's got the blues.
ダニー・オーキーフ、グッタイム・チャーリーズ、ガッツ・ザ・ブルース、聴いていただきました。久々に聴きましたけどね、やっぱりこう渋いですね、これは本当に50年、100年経っても、生き残る曲だと思います、ぜひ皆さんも聴いていただきたいと思います、ダニー・オーキーフでグッタイム・チャーリー、ガッツ・ザ・ブルースでした。